はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、皆さんは四天の騎士ガイアプロミネンスというモンスターご存知でしょうか。あ、ご存知ない、説明します。レベル11の、融合モンスター、打点3500-3100というなかなかの強力な性能を持ってますね。で、炎族融合モンスター、烈地の騎士ガイアブレイズプラス自分のフィールド上の表側表示モンスターというなんかちょっ と独特な、融合召喚条件になっておりまして、1番と2番の効果ありまして、1番の効果、相手が手札墓地のモンスターの効果を発動したとき、手札からモンスター1体を捨てることによってその効果を無効にして破壊しますよと。でこれが、攻撃で相手モンスターを破壊すると自分の炎属性が特殊ができますよという効果になります。で、ガイアブレイズっていうモンスターが、どのモンスターかっていうと、このシンクロモンスターになってまして、これですね、チューナープラスシナイのモンスターで一応出せるんですけども、これ、まあこれと、ガイアブレイズを普通にその融合しようとするとさすがに消費が激しいと。しかも自分のフィールド上の表側表示モンスターを素材にしなきゃいけないんで、なんか意外と融合するの大変なんですよね。で、まあじゃあどうやって出していこうかなっていう、これをなんとかして活躍させていきたいんですけど、どうやって出していくかなっていうところで、フィールド上の表側表示モンスタープラス、烈地の騎士ガイアブレイズ、これはね、融合代用モンスターでもいいんですよ。だから、私はね、気づきました。このモンスター出しやすいカードがあることを。皆さんはこのパラサイトフュージョナというモンスターご存知でしょうか。これね、結構優秀で、これが特殊召喚に成功した場合に融合モンスターカードによって決められたこのカードを含む融合モンスターを自分のフィールドから墓地に送って融合モンスター1体を草だけが特殊化すると。だからフュージョナーを特殊召喚することさえできれば、フュージョナープラスなんか表側表示モンスター何でもいいんで融合なしでこれ出せるんですよ。でこれで今日はね、ちょっと頑張ってこいつを出していくという、デッキにしてます。で、どのギミックを使ってるかっていうと、ティアラメンツデッキ のギミック使ってまして、ティアラメンツなんでかっていうと、ガイアブレイズを全力で出しに行ったところで弱いんですよぶっちゃけちゃうんですけど弱いんですよ。正直一番の子が読んでもらったから通り、手札墓地のモンスターの効果しか無効にしねえし、でしかも手札からモンスター一体捨てる必要があるんですよね。なんかその融合でそもそも手札消費激しいのに、融合した後効果発動するのに手札一枚モンスターいるって、まあまあやばいでしょ。だからちょ、なんかガイアプロミネンスだけで勝てるほど甘くないから、ガイアプロミネンスの横とか後ろとかにやっぱその補助輪というか、なんかサポーターというか、なんかその新鋭隊というかを横にまた後ろに並べなければならなくて、で、融合しつつ、そのこういうパラサイトフュージョナーとかと相性が良くて、でパラサイトフュージョナーも簡単に、特殊召喚することができるデッキってやっぱりその展開力があるデッキだと思うから、なんで今回ティアラメンツというデッキですね。で黒シープのリンク先に融合モンスター置いとくと、なんかその簡単にパラサイトフュージョナー墓地に落としておけば特殊召喚できるから、で黒シープでこのパラサイトフュージョナーの、起動条件を満たし、パラサイトフュージョンによってガイアプロミネンスとかを出していきたいですね。はい、まあ、ガイアプロミネンスよりもグラファー出した方が強いんじゃないかという、コメントに関しては本当にブロックしますはい、というわけで、早速ね、指定の騎士ガイアプロミネンス出していきましょう。デュエルスタンバイ。なるほどね、ハンド強そうですね。これハンドめちゃめちゃ強いな。ティアラメンツスクリームを発動するぜ。ティアラメンツ結構増えましたね。あれ、シークレットパックが実装されて。ティアラメンツっていうデッキ、やっぱね、これね、やっぱ使ってみると分かるんですよ。楽しいんですよね。楽しい、とにかく。このデッキは、ビーステッドいなくなったから、結構今、一番、油乗ってると言っても過言ではないかもしれません。はい。これ一応、ビーステッドケアするんだったら、シェイレーンから送るんだけど、さすがに確率的になんかハーフニスから送った方がいいんだよな。はい。で、ティアラメンツハウフニス効果、待って、トリッククラウン効果、これメタノイズってさ、ティアラメンツカードだから、ハウフニス回収だからいいんだよ。で、こうして、で、ハウフニス効果発動。うお、融合召喚、あららろ、墓地の落ちただけで融合召喚できる時代だぜ。ティアラメンツ、キトカラスパクタン効果発動。さあ、ティアラメンツキトカラスの効果、何？なんだ？なんかあると、うららか、法要か、なんだ、なんかあるぞ相手マジ。ちょっと待って、おー、取った、謎に通っていく。なんかチェーンあったよね今。
なんだこのチェーン、このチェーンなんだ。テアラメンズクシャトリダーの効果え、待って、マジでわからん、何今のチェーン、え、さすがにさ、多分さ、あのエフェクトベーラーとか無限まで打ってると思うんだよね。で、まあ、とりあえずこうしまして、テアラメンズクシャトリダー爆発させる。ニビルじゃねえよな、まだ5回特殊がしてねえもんな。でキトカロス、家具か、え、でもなんかずっとチェーンなかったんだよな。DD クローとかでも多分打ってると思うし、マジでわからん。なんかめっちゃ落ちた、よし。ハートビーツの効果発動、回収メタノイズで、フォンリー効果ウォッチから特殊召喚、ポポポフォンリー特殊召喚、あ、トリビカレマも落ちてる強い、オチは強いぞ今のところ、オチはね今のところ100点まである。で、ハートビーツメタノイズ回収で、ここから一応融合ができないといけないんですが、まず一旦リンク召喚で、あ、オッケー。これはですね、まあ、何がしたいデッキかっていうと、本当ガイアプロミネンスをとにかく出したいっていうデッキなんで、ガイアプロミネンスを出していきます。黒シープを爆誕させ、そして一旦ハートビーツ、ちょっと待って、ティアラメンツグリーフを打ちます。でティアラメンツグリーフは、デッキからなんかティアラメンツ系のやつ出してきて、はい、でそれを墓地に送ると、出してきて送る強いで、出してきて送るとなぜか効果が、発動して、シェイレーンの効果で有効ができる。これはね、メタロイズあるからカレイドかな。ここ、これで融合して、リンク先に、融合モンスター爆弾させます。でカレイドが出てきたので、黒シープの効果起動。さあ黒シープの効果で自分の墓地のレベル以下のモンスターを特殊召喚できるぜ。うおっ、パラサイトフュージョン特殊召喚効果発動、フィールドのモンスターをサイトして融合召喚を行うことができる。現れろガイアプロミネンス爆弾お前誰やねんアルティメットお前誰やねんモンスターが爆弾したぜ。これちなみに、手札からモンスターを捨てると手札墓地で発動するモンスター効果を無効にするっていうクッソ微妙な効果を持ってるぜクッソ微妙だぜ、クッソ微妙な効果を持ってるぜ。で、愚かな、服装を発動するぜ。愚かな服装によってスクリームを墓地に送って、さらにスクリームの効果を起動、スクリームの効果によりサリークを手札に加えさせてもらうぜ。よしよしよし、これだいぶ強いけどな、パワーは。ここでペルレイノを、発動して、でこのハウグディス持ってきて起動して、あれだな、リンク先に、クロシープのリンク先に出せばいいか、そしたらもう一回融合できるな。はい、リーチョカードを2枚ほどセットさせてもらうぜ。よし、これでターンを終了せ、頼む、頼む、お願いだから、お願いだからガイアプロミネンス君なんか活躍して、マジでさっきから出てくるだけなんだよねこいつ、本当にもうね、効果のね無効範囲がね微妙すぎるのよマジで。あー、それはいいか、大砲狩りで OK、 いいよ。ガイアプロミネンスマジ微妙なんだよな、マジで微妙このモンスター。まあ、微妙っていうのはそういうモンスター好きだから使ってんだけどさ、無効範囲がね、まあまりにも微妙すぎて、もう絶対融合グラファーとかが強いしていうのはなんか知んないけどさ、捨てるのさモンスターじゃないといけないですよね。ていうだからモンスター1体を捨ててその効果を無効にした回数っていう効果だからやばいよなこいつ。コストをさ絶対モンスターで要求してるし、かも手札墓地のモンスターの効果しか止めねえしよ、なんだお前みたいな。クロマジョディアベルスター、はい、クロマジョディアベルスター特殊召喚効果、はい、どうぞ。あ、使わないのかな、これ使わないっていう選択肢ある。あ、使うよね、なるほど。あー、オッケー。まあ、一応スクリームだけ発動して、まあなんかちょっと一応起動しますか。まあもうあんま強いカードそんな入ってないかもな、シェイレーンとかが落ちればまあワンチャン強いかなぐらいな気がしますけども、あー弱いね。まあただ打点は下がるね相手の、うん、まあ、ペルレイノの効果が発動してるんで、でディアベルスターの効果、オライオン入ってるってことは、これレスキューエースかな多分。でいいでしょう、現在法は OK です、現在法は OK。
で、まあ、多分レスキュー S 系の展開ってことは、まあ、注意しなきゃいけないのは、あれですね、速攻魔法の、エマージェンシーと、エアホイスター召喚効果、ハイフニス効果起動して、リンク先に黒シーフのリンク先に出しましょう、ハイフニスを。はい、そうすることによって黒シーフのね、あの効果が起動するんで、黒シーフ行ってこいで使うのめっちゃ強いんだよな。あー、白雪落ちた、強い、白雪落ちためっちゃ強い、白雪落ちたらさすがに強い。で、黒シープの効果起動で、黒シープは、自分の持ちからモンスターを特殊召喚できるため、ここでもう一発、あとこれレイドハートいんのか、これレイドハートの方がいいなこれレイドハートの方がいいか、レイドハート特殊しましょう。で、レイドハート特殊召喚成功時効果、さあレイドハートの効果によってもう一発、モンスターをぶち込んでいくぞ。さあシェイレーンをぶち込み、でシェイレーンの効果とカレイドハート使うか否か問題か。これ現在法戻すは結構あるな、普通に。キャンセルもあるな、現在法戻す、まあまああるか。これ現在法戻しようか、そしたらリクルートできないし、もうサーチなかなかできないんじゃない。これこうして、これでいやちょっと早かったから、ちょっと早かった気もしないでもないけどね。でカレイドで、現在法戻して、でシェイレーンの効果で手札コストがないため、一旦キトカロス・ルルカロスかな、キトカロス・ルルカロスな気がしますね。でハウフニスをデッキに返して、キトカロス OK で、キトカロスとペルレーノの効果起動して、キトカロスで、でペルレイの、ちょっとレスキューエースは墓地に送んない方が多分ターベランスが出てきちゃうんでいいから、だからディアベレスナー破壊しまして、キトカロス効果でハウフ落として融合から、ああ、これでいいと思う。ちなみにガイアプロミネンスは全く活躍しない今のところガイアプロミネンスは1ミリたりとも活躍しない今のところ。こっちか、墓地を駆逐る、はい。でハウフニス効果融合したいです。これ手札コストないのよね。これさ、ガイアプロミネンスもさ、グラファーもどっちも手札コストを要求するからさ、これこっちの方がいいか、こっちの方がいいか、ちょっと残しとくわ、サリークの弾を。オッケー、融合モンスターめっちゃ並んだ、よし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 ティアラメンツ融合モンスター勢揃いよ、3面勢揃いよ、きた、まあ、ガイアプロミネンスお前誰やねんってなってるけど、なんかティアラメンツ融合体の中に含まれるよ、仲間外れを探せみたいなゲームになってるけども、エマージェンシー、まあ、ティアラメンツルルカロスですね。エマージェンシーはさすがに、っていうかこれ普通にさ、ガイアプロミネンスの効果使うよりさ、うらら打った方が強いみたいな話ないこれやばい、これちょっと待って、致命的な欠陥に気づいた。これガイアプロミネンスの効果使うよりうらら打った方が強い終わってる一応キトカロス送るかも、あんま強いのもねえけどな、多分融合できねえしな。キトカロスの号が一応起動して、コクソ稼いで白雪の、7枚除外のね、弾を用意するという、話はあります。あ、デストルド落ちました、いいね、デストルド落ちました、まあレイノハート落ちましたと、はい、いいでしょう。これ致命的欠陥だな、手札を捨てなければならない、うららを捨てるとかいう地獄が待ってんのか。アラート、はい、アラート、これうらら打った方が強いもんな、これやばいよね、うらら打った方が強いの。ちょっと時間ねえし、マジやべえ、ちょっと時間ない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 、これか、こうして、こうすることによって、あ、レスキュー、なるほど、あー、ピーポーピーポーしてくる、ピーポーピーポーしてくる、ちょっと待ってね、まあ、まあ、30秒、いや20秒か、20秒あれば多分間に合うとは思う。はい、でエアホー、はいはい、 OK です、いいです、了解しました。ターベランスで一応裏が渋にはできますけどね、モンスターを。ああ、まあまあいいでしょう、全然いいです、全然いいです、全然 OK です。まあ、守備3100あるんでね、抜けないんですよね、そんな簡単には。ガイアプロミネス裏側になっただけじゃないか、お前出てきて裏趣味になっただけって、マジか、ガイアプロミネス
お前何してんだ、マジで出てきただけだぞ、ほんまに。何バリケードベルク、なるほど、バリケードはいいよ、バリケードはオッケー。これラドンとかすんのかな、オライオン落ちてましたけどね。リンクさん、トロイメイコもあれだしな、コストないしな、言うて手札コストなし。アウローラドン効果起動すんだ、なるほど。それはもう普通にサリークで無効にして、まあ、これ相手罪じゃないか。で、対象がアウローラドンで効果起動して、ちょっと待って、カレードでいいか、カレード送る、カレード帰ってくる、ちょっと時間ない時間ない、やばい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 っすね、普通に時間切れ負けありえる、これ危ね。残り7秒きた、ぶねー、ドラシェレン、オッケー。さすがに反転で、まあ、打点は高いね、ああ打点は高いただの4000打点のおじさんだけどごめん、ガヤプロミネス、お前多分いなくても勝ってるわ。これグラファー出した方がよっぽど強えっていうのがあれだな、課題だな、マジで。本当にね、ガイアプロミネンス出してる暇ないみたいな話あるんだよね。っていうか、なんであいつさ、手札コストならまだしも、なんかモンスター必ず要求してくんの。普通に引いたトリビックならまあ捨てたいじゃん。割ってるよな。まあ、マイニングは余裕でね、止めるっていう、まあ、サラマングレートですね。サラマングレートまだ強化来てませんよ、先生。先生、ファルコ。あ、マジでねえな、それ。いや、これ、サラマンクレイトもそろそろ強化が来ると思うんですよね。まあ、時期的な話をすると OCG では、まあ、結構前に強化来てまして、なんかリンクモンスターとか、あと課金モンスターがだいぶね、あとシンクロモンスターとかが増えてまして、まあ、結構ね面白い、ことができるようになってるのと、まあ、結構強くなってるというところがあるんですけども、だから、ね、相手のターンにリンク召喚、相手のターンに転生リンク召喚かとかもできるようになってますんでね、まあ、転生は結構楽しくはなると思う。ちょっといつ来るか分かんないけどね、マスターデュエルには。はい、だいぶ展開力が上がってね、いい感じになると思います多分。はい、トランスコートか、なるほど、いいでしょう。まあ、歩道縛り入ってないとトランスコートも使えるんですけどね。結構これ何起きんの、これなんかファイアーウォールとか入ってるこれ、しょうがらねえ。このサイバース属展開だな、普通にな。あ、デコードとかが、デコードとかヒートソウル、ヒートソウル効果起動して、1枚ドローして2枚セット、なるほど。あんま強くねえな、それ。そこまで強くはなさそう。パラサイトフュージョナー、なるほど、パラサイティングフュージョナー、カード1枚ドロー、まあ、あとは相手のハンドが何かによるんだよな。異世界ペルレイノの効果発動するぜ。異世界ペルレイノによってデッキからカードを1枚手札に加えることができる。もちろんこれで持ってくるのはティアラメンツレイノハートだぜ。そしてティアラメンツスクリームを発動、ティアラメンツスクリームを発動しながらティアラメンツシェイレーンの効果、シェイレーンの効果により手札を1枚墓地に送ることによってうらら、まあいいだろう、まあまあまあいいでしょう、全然オッケー、全然オッケー、うひゅ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 。そしてティアラメンツレイノハートを召喚、レイノハートの効果チェンジ、チェンにデラメンツスクリームの効果、ここにうらら打てなくてよかったんですか、やるやんやるね。あー、でもそこなんだ、もう一枚抱擁なんかな、もう一枚抱擁なのかどうなのかって話あるな。あー、なるほど、まあオチは弱いが、まあこういう時のためにティアラメンツグリーフっていうカードがありまして、グリーフっていうカードは何をするかっていうとですね、なんかデッキから、あ、これあれかな、シェイじゃなくてこれスタッフロストを持ってきて、レイの送ってレイの効果でもいいね。これこっちかな、ちょっと待って、ティアラメンツのプロ、ちょ多分こっちの方が強いの、これスタッフロスト出してきて、同じ人だったら送れるんでレイのハート送る、で無限抱擁の効果解除されてるんでティアラメンツレイのハートの効果起動して特殊召喚、
しながら手札からティアラメンツを送る。で送られた、シェイの効果、融合機とかロス、オッケー。これはだいぶ強いんじゃない？こことマーレ、はい。でマーレからのキトカロス、ウィー。さあここに無限包囲を当てたかったでしょうね。で異世界ペルリーノの効果よって、それ何それ？何そのセカード？あレイジか。なるほど。レイジね。はい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 。ティアラメンツクシャトリラを1枚墓地送ることによりさらに墓地壊しを行っていく。さあフォンリーも墓地に落ちていく。さらにサリークも墓地に落ちていく。サリークと、フォンリーの効果を起動。さあフォンリーがフィールド上に舞い戻り、さらにサリークによってこれは何でもいいですか？これ次のターンのための、まあ、レイノハートとかでいいのかな？シェイレーンでもいいな。まあ、これ何でもいいか。で、あとはあいつを突破すればいいんだろう。バロネスして殺すとかもあるの、普通に。一旦キトカロスして考える前に、シンクロするわ。はい。で、フールドバロネスちゃんを出しまして、で、ティアラメンツキトカロスちゃんの効果を起動。キトカロスちゃんを墓地に送りながら、自分の、墓地からティアラメンツクシャトリラを特殊召喚。で、チェーン1、チェーン2。さあ、さらに一挙に8枚のカードを墓地に送っていく。はい、うい。弱いな。まあ、弱くはないか。ティアラメンツスクリームの効果と、メタロイズでこれ何回収？キトカロス回収か、これ。キトカロス回収はしちゃダメだな。メタロイズは、キャンセル。で、クライム持ってきます。で、やべ、ちょっとアタッカーが、アタッカーが出ない問題。でも、打点足りてね、これ。これなんか相手6000しかねえぞ、ライフ。ちょ、待って、なんか。800、2800、3000。え？あれなんか足りてるわ。なんかいいよ。なんか足りてるから行くわ。バトルフェイズ。はい。はい。ガイアプロミネンス、またしても活躍せず。手数はまあまあ出るのか。グリーフあるな。グリーフはのでかいね。グリーフあるのは非常にでかい。やっぱりグリーフっていうカードが、まあ、貫通札にもなるし、初動にもなる。まあ、ちょっと、初動という言い方は怪しいか。ティアラメンツがいればなんだけど、ティアラメンツネームが。まあ、ティアラメンツネーム、だいぶ、クソほど減ってるんで、そこがね、問題ではあるんですけど、まあ、結構、マーレとかも一応ね、ティアラメンツネームみたいなもんなんで、まあ、一応ね、キトカロスとかは出しに行ったりはできますけどね、グリーフで。はい。っていうところはあるんですが、さあ、圧倒的なる、最強ムーブでイゾルデが出てきた。なるほど、OK。俺死ぬ？はい。魔導雑貨。AD チェンジャー。めちゃくちゃ死にそう。めちゃくちゃ死にそう。魔導雑貨 AD チェンジャーピカリ。やばい、これちょっと。デッキの中の、マジックトラップカードを、一番下に置くことによって、なんか全部デッキの中のカードを送るっていう最強コンボが一応クソレッキ界ではあるんですけども、そちらの最強コンボが今爆発しそうになっていますね、多分これね。で、ディサイブルで、多分まあ、魔法トラップカードを1枚デッキの下に戻して、AD チェンジャーで叩き起こされて、起きろ仕事だって言って商人がリバースする。で、そうすると、なんかめちゃくちゃボルカニックやばい、ボルカニックやばい、普通に。赤がボルカニックやばいって、やばいぞこれ。何が起きるんだこれ。気合サーチ。なるほど、気合だと。ライトロードビースト。わからん。うわ、バックショットきた、バックショットきた、バックショット、バックショット、バックショット。これ1500番きますね。さあムドラとケルドーの効果が起動されまして、バックショットと
バックショットこれ何、もしかしてこれめっちゃ使い回すみたいな構築え、やばい。え、これバックショットってターン1ちなみにないんですよね。まあ、デッキに3枚しか入れられないんですけど、これもしかして俺バックショットでぶち殺されますバックショット何回使われます、これ効果。もしかして僕やばいですか。ドミニオンキュリオス、やばい、ちょっと待って、バックショット来る、まだやばい、アルティメットバックショット、これバックショットもう6回目なんだけど、効果起動されるの。あーあーあー、やばい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 、あーやばい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 。あ、でもバックショットもう戻す手段ねえか。ムドラケルドもう今いねえもんな、2枚しかねえし、まあ単一だし。さあバックショットちゃんの効果起動して、痛い痛い、痛すぎ。さあレベル4のモンスター2体でデュガレスだと、デュガレスだと、やばい、何がいいんだ俺墓地に、何蘇生されるんだ俺、何を蘇生されるんだ、わからんわからん、マジでわからん、マジでわからん、誰誰だよお前、お前誰やねん、